すでに決勝大会に進出されているフィオさんが増やしてくれました、ゲーマーでは軽有なタイプの時間を守ってくれる系のプレイヤーですね。あー、希少種、希少種破線用曲なんだ。どーん、うわー、ディバインブレードだった、ディバインブレードだった。やられはってはございません。うわー、直下でしっかり反撃していく。うわー、ダッシュ、ダッシュ列車、すごいことやってくるな。盛り上がってきた。やっぱ白面の壁は偉大なのか。白面の壁は、あー、白面が止めらんない。レボル3アクション。白面はもう至る所で評価が超高いよね、このキャラはね。ああ、やっぱ強いのかもね。まあね、ツイッターでも超叩かれてたからね、白面を作った人が誰だかは知らないけど。おお、怖っ。ゲージが余ったのか。うわー、中だ。終わるとった。あ、終わるとった。目端、うわー、出た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 。これはあかんやつやな。三振カウンター。延長します。Please select your character. 延長しました。いざよい。OK。はいはいはい、いらっしゃい。あまりむずいね。The Wheel of Fate is turning. こいつさんによる白面チャレンジ。でんこいち。あまね、池からマジっていうことは、じゃあそれをね、証明しないとね、秋葉原レジャーランドで待ってますよ、証明しに来てくれるの。うわー、おー、うまっ。へえ、はえー、うめえ。危ない。はやっ。あー、出た。レボル2アクション。あかんで、バースは玉属性でございますからね、白面の C 攻撃に切られちゃうんだよね。
まあ移動必殺で抜けたんだけどね、今の場面はね。まあちょっと こちらの話題で、うん、場所は切れるんだよって話題が出てたりとかしたんで。これはきつそうだな。なんで白面相手に殴りに行かなきゃいけないんだろうね。白面体力いっぱいあるしな。危なっ危なっ。白面相手に体一つで殴りに行かなきゃいけないキャラとかもすごい心持ちなんだろうね。もう叫びながら突っ込んでいくしかないんだろうね。うわぁ、なんかやった。私を止めてみなさい。レボン4アクション。ソニックセイバーってね。うわぁ、出た。うわすごい、ダッシュレッシュ。これがこいつだな。うわーい。やっぱディバインブレード、ディバインブレード。ミュウとの相性、ミュウ対白面の相性か。俺は普通にミュウが戦えると思うよ、他のキャラよりは。出なかったね。出るよ、でもコマンドちゃんと、コマンドちゃんとやれば出るよ。白面チャレンジ続きます。まだ続きます。 Here comes a new challenger. Please select your character.いざよい。いや大丈夫、席当たってる。 The Wheel of Fate is turning. 席立って周りを様子見してからね。なんなのこれみたいなことを人通りアピールしてから席に座ってるんで大丈夫っすよ。好きだなあれ、ダッシュで今日。うまー、なんかやったけど減らねー。何回攻撃、うわー置いてあったー、デビ。うえー、うわー、全部が台無しに。コンボがうまい。うまー、そして追撃がない。うおーっとー、よく見てた。残骸の時は終わりました。レボン2アクション。置いてある。うわー、中断。ここよ。イザヨイ実はあんまり足速くないんだな。足遅い系女子か。うおー、うまっ。うわー、出たー。どうー、お、拾えた。あー、ゲージがなかったか。おー、置いてあった。断罪の時は終わりました。女子力高いね。アイギスのオルギアモード、オルギアモードが続く。あ、セミが入らない。ダメ味。おお、技を重ねる勇気。白面の起き上がりに技を重ねる勇気。なんかすごいことになってるぞ。あ、ここミス、これ美味しい。当てみ、あ、じゃない。ゲージを使って。うわー、コンボが。うわー、蹴っ飛ばした。コン
いい選択肢。まあね、コンボ選択はね、まだ、ね、完璧にはできないよね。俺も200戦ちょいやってるけど、まだまだ全然コンボ選択できないし、あー時間かかるよ。踏みつけ、うわー出た最強ジャンプ B。うわあ置いてあったー。終わらんぞ。やばいよ。これはやばい。これやばいよ。こいつがこれやばいっつって俺にアピールしてきた。うん、結構みんな知ってるよね。割と序盤から言ってるよね。英雄ですからね。あーでもここうめえなー。あー残念。最強中だ。中だ。ディバインブレード。おー動けますね、ディバインブレードからは。どうしたその程度の。うん、おいっす、レレさんチーズ。お疲れ様です。あ、ありがとうございます。貫いてみせ。いやいやいや、キョウさんがちゃんと連絡しなかったみたいで、キョウさんがちゃんと連絡をしなかったみたいで、決勝大会に出場するっていう形みたいな。はい、ポイントだけは連絡しておいて、キョウさん確認取って連絡してくれるのかな。アクション。まあまだ大会自体はもうそろそろ開始できると思います。もうトーナメント表も組んであるんで、うん、でまあちょっとトーナメント表手入れしていきますね。レベル2アクション。あっしなんだ。フェイラはい、じゃあ大会の準備していきます。どうしたその成果。